ホーチミンルートは、ベトナム戦争時における北から中立国ラオス、カンボジア領内を通り南に至る、南ベトナム解放民族戦線への陸上兵団補給路を指す NGTR-NG 村の日本での呼称である。ベトナム戦争において、北ベトナム、南ベトナムを隔てていた北緯17度の非武装地帯は、非常に厳重な警戒下に置かれていたため、北ベトナムが南ベトナム国内の反政府ゲリラへ非武装地帯を経由して支援を行うことは不可能だった。そこでトラックなどの車両が通れる道路から徒歩でしか通過できないような道までを使い、ラオス領、カンボジア領までをも通過しつつ、物資、兵力の投入が行われた。直線距離は 1400km である。ラオス領とカンボジア領内のルートに関しては、北ベトナムが勝手に使用しており、国境侵犯していたことになるが、両国はこれを黙認した。ラオスでは、北ベトナムの影響を受けて、共産主義化が急速に進んでいった。アメリカ軍は、中部高原のカンボジア国境近くのヤ・ドラン渓谷に展開するべく、ヤ・ドラン渓谷の戦いを実施したが失敗した。アメリカ軍は、ルート破壊のため、ルートが通っていた山々に住んでいた先住民族であるミャオ族人の一部を金品で手なずけた。右派ミャオ族の青少年は召集されて軍事訓練を施され、武器を手にルートに対する破壊工作を実施した。アメリカ軍は空からも連日のようにルートをクラスター爆弾等で爆撃した。対する北ベトナムは20万人の人員を導入し、破壊されてもすぐに補修できるよう体制を整えていた。その中には、ラオスの共産勢力、パテートラーオや、右派ミャオ族のあり方に反対し、北、ベトナムに協力的だった、左派ミャオ族も含まれていた。ルートは、当初は、ジャングルの中の細い道を、人手だけで運んでいたが、次第に自転車を使い出し、効率を上げるため、ホンダ株で輸送し、最終的にはトラックで、堂々と運ぶようになった。多くのトラックは上空からバイクに誤認されるようにヘッドライトの片方を潰していた。1970年3月にアメリカ軍はカンボジアに侵攻し、1971年2月にはアメリカ空軍がラオスにあったルートも遠慮なく爆撃している。そのため現在でもラオス北東部では不発弾の爆発で農民が死傷する事故が相次いでいる。また、戦時中にアメリカに協力してホーチミンルートを破壊しようとした右派ミャオ族は、ベトナム戦争終結後、北ベトナム側についた他の左派ミャオ族たちやラオス駐留のベトナム人民軍から民族浄化に等しい凄惨な報復を受け、数万人が虐殺されたと見られている。ミャオ族は同じ民族が左右に分かれて代理戦争をしたのである。結局、右派ミャオ族はインドシナ戦争からベトナム戦争終結後までの戦乱及びベトナムからの報復により約20万人が死亡し、生き延びた者も命からがら大洋国やアメリカ合衆国に難民となって流出することになった。チュオンソン山脈の道デトロイトのアジア系アメリカ人のうち、モン人が帰化した、モン系アメリカ人である。クリント・イーストウッドの映画、グラントリノで広く知られるようになった。ありがとうございます。